皆さんこんにちは。まあ、今回ね、久しぶりに2人でまあ動画を撮るんですけど、うん、1ヶ月半ぐらい前に日本語の一人称についての動画を投稿して、まあ、私はどうだとか僕はどうだ、こういったまあ話をしたんですけど、まあ、今回は要望が多かった、まあ、二人称についてもやっていきたいなと思います。まあ、いろんなね、二人称 の呼び方あると思うんですけど、それぞれのニュアンスだったり、どういう時にどれを使ったらいいか、まあ、そういったことをまあ紹介していきたいと思います。はい。まあ、ただ日本語 その一人称とか二人称は、まあ、人によってその感覚が結構違うので、他の日本人はまた別の感覚を持ってるかもしれないので、まあ、今回は少なくても僕らはそう思うという感じで聞いていただければと思います。それでは始めましょう。はい、ではまず一つ目のパターンとしては、代名詞を使うというパターン、うん、代表的なもので言うと、あなた、君、お前かな、うん、この3つについてはどう思う？もう本当使わないよね。めったに聞いたことがない。日常で生活しててめったに聞かないってイメージ。ほとんど聞かないよね。うん、まあ、そもそも日本では、まあ、相手を代名詞で呼ぶっていうこと自体があまり良くないって思われてるよね。うんうん、相手の名前が分かってるんだったら、もう必ず相手の名前を使って呼ぶっていうのが、まあ、もう礼儀みたいなものなのかな。そうだね。うん、であと日本語って主語も省略できるから、仮に相手の名前が分かんなかったとしてもなんとか逃げ切れるよね。確かに。うまく主語を省略して、うん、どう思いますかという感じで、なんかそこでもやっぱりあなたって言いたくないなっていう感じがするんだよね。うんうん、できるだけ使わないように会話するよね。うんうん、っていうのがあるので、基本的にまあこの3つに関してはもう使わないと覚えておいていいんじゃないかなと思います。まあ、ただそれだけだとちょっとつまらないので、まあ、あえて言えばこの3つはどんな時に使うかっていうのを、うん、まあ、ちょっと話していきたいと思うんですけど、うん、あなたはちなみにどう？あなたは、まあ、強いて使う場面があるとすれば、うん、よくさ漫画とかさドラマとかでさ、うん、例えば奥さんが旦那さんに対してあなたとか、まあ、そういう時に使ったりしてるじゃん。うん、今この年代では使ってる人はまず見たことはないけど、うん、年配のご夫婦とか、うん、なんかそういうところではもしかしたら使ってるところがあるかもしれない。うん、まあ、多分この動画を見てる方の大半は若い方だと思うので、恋人に対してあなたって言ったらまあちょっと違和感あるかな。うん、そうだね、違和感あるよね。うん、まあ、皆さんの日本のドラマよく見られると思うんですけど、まあ、あんまり現実世界ではまあ恋人同士であなたを使うってことは少ないのかなと思います。うん、あとは広告のさ、はいはい、キャッチコピーとか、うーん、よくネットで出てくるネット広告とか、うん、まあ、そういうところではたまに見るよね。そうだね、広告はよく使うね、うん、あなたの何を解決しますとか、うんうん、なんかそんな感じだね。うん、でむしろ逆に言うとそれ以外で使うことってないかな。じゃあ君は？君は特定の人しか使わなくて、で、うん、会社の一番偉い人、社長とかが部下に対してこう明確な上下関係が分かってる時に対して部下に対して使うっていうイメージ。うん、君っていうのはもう明確なこう上から下っていうイメージがあるから、うん、もう100人が見たら100人が全員この人が上でこの人が下だっていうことが分かるような関係じゃないと使うべきじゃないよね。うん、そうだね。同じ立場、同じぐらいの立場と思ってた人に、うん、君って言われるとちょっと不愉快に思う人はいるかもしれない。まあ、そうだね。まあ、だからもう基本的には使わないという感じでいいんじゃないかなと思います。うん、じゃあ最後にお前は？お前はもうなんか喧嘩してる時、男同士の喧嘩で使う、うん、感情が入ってるよね。まあ、基本怒ってる時だね。怒ってる時にしか使わないと思う。そう、だから自分がすごいこう怒ってて、うん、不愉快な気持ちだっていうことを明確に伝えたい時以外はまあ使わない方がいいかなって感じかな。うん、シチュエーションとしてはその今言った男同士の喧嘩とか、うん、夫婦の喧嘩の時に、うん、旦那さんが奥さんに対してお前はとか言うのは聞いたことある。うんうん、そうだね。まあ、もうそのぐらいって感じですね。そうだね。はい、はい、じゃあ次のパターンは名前の後ろに何かをつけるパターンね。代表的なものだと、さん、くん、ちゃん、さま、こんな感じかな。うん、じゃあまず何々さんは？さんはもう一番無難で、うん、誰に対しても使えると思う。うんうん、仲のいい友達にさんって言うとちょっと距離を感じちゃうけど、うん、もうそれ以外の人にだったら誰にでも使えるって感じかな。そうだね、だから初対面だったらほぼさんでいいと思う。うん、これで年下に対しても別にさんって言って問題なくて、うん、結構僕の会社でも部下の人に対しても何々さんっていうことは全然ありえる。うん、
だから何を使ったらいいか分かんないっていう場合にはとりあえず3を使っておけば間違いないって感じかな。そうだね、うん、まあ、一番安全な使い方っていうふうに言えると思います、うん、じゃあ次は何々くんと何々ちゃん、まあ、これはまあ男性女性って感じかな、うん、くんってどんなイメージ？この前に紹介したまあ君に、まあ、結構似てるところはあるかなと。まあ同じ漢字使ってるからね、それはあるかもしれないけど、やっぱりなんかこう若干上から下っていう感じがするんだよね。君ほど強くはない、うんうん、君の方が全然弱いけど、うん、やっぱり君って言われると、うん、あ、その人はあの自分のことをちょっと下に見てるのかなっていうふうに思うことが多い。だからあんまり使わない方がいいのかなとは思う、うん、ただ一方でくんっていうのは結構こうニックネーム的に使われることも多くて、うん、例えばじゃあ嵐の桜井さんのことを桜井くんっていうのは別に僕らが、うん、あの桜井くんを見下しているわけではなくて、うん、もうニックネームとして成立してるじゃん、うん、だからそういう場合はいいと思うよね。例えば日本の国会っていうのはあの委員長は必ず、誰に対してもくんっていう、うん、でそういうふうにも慣例があったり結構こう呼んでいい場所っていっぱいある、うん、だからなんか自分からいきなりくんって呼ぶのはちょっとリスクあるけど、他の人がみんなその人のことをくんって呼んでれば自分もくんって呼ぶっていう感じにするのが一番いいのかなって思う、うん、じゃあ逆にちゃんは？ちゃんは見下してるとか、うん、見下されてるっていう感情が全くなくって、うん、同じ対等の立場だったら誰にでも使っていいと思う、うん、同じ立場の人で、うん、さんっていうよりも、うん、ちゃんって言った方がちょっと距離が近くなる感じがして、まあ、こう親しくなれそう、うん、ただ女性でも、うん、こう年上の女性に使うときはちょっと注意した方がいいと思う、うん、ここはもう無難にさん付けの方がいいと思う、うん、まあ、それはやっぱり若干見下してる感じになっちゃうって感じかな、うん、そうだね。ちゃんっていうのは同じ立場か年下の人に使うのが一番いい使い方かなって思う、うん、年上以外の人たちに、うん、まあ、親近感を与える呼び方って感じかな。そうだね。なるほど。じゃあ最後様は？様はね、ビジネスの場面で、うん、こう取引先とやり取りをするときとか、うん、お店の人がお客さんに対して使うとき、うん、何々様、うん、ぐらいじゃん、まあ、それ以外使うことないよね。ないよね、うん、まず日常生活で様って言うと明らかにえって思っちゃうよね、うん、あ、僕に対する、コメントとかダイレクトメッセージで様ってつけて呼んでくれる人がいるんですけど、まあ、それは多分その自分が毎日こう投稿してる内容に対してこう敬意を表してくれてるんだと思うんですけど、うん、日本語的には若干不自然っていう感じかな、うん、ちょっとかしこまりすぎてるっていうか、うん、っていう感じですね、うん、ビジネスの場とか店とお客様の関係以外の時はもう使わないと覚えておくのがいいと思います。はい、はい、今回は日本語の二人称を2つのパターンに分けてご紹介してきました。まあ、これ以外にも例えばニックネームで呼ぶとか、あとは呼び捨てするとか、うん、まあ、そんな呼び方があるよね。まあ、一番安全なのは、まあ、周りの人がまあどう呼んでるかっていうのをまあ観察して、まあ、それと同じ呼び方で呼んであげるのが一番まあ安全かなというふうには思います、うん、まあ、会社とかって結構どういう役職の人に何て呼ぶかっていうのは慣例で決まってるとこも多いもんね。そうだね。例えば半沢直樹だったら何々部長とか何々課長とか役職をつけて呼ぶ、うんうん、まあ、でも僕の会社ではそういうふうに呼ぶことは基本ないから、うん、まあ、会社によって文化も違うと思うし、まあ、周りの状況を見て何て使うかを判断するのが一番無難なやり方なんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今回の内容はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。